確立された世界観、一音耳に入るたびに脳髄が震え、切ない気持ちにシフトチェンジ。素晴らしい楽曲の数々、その一部をこの動画でご紹介したいと思います。さあ、あなたもブループリントの世界へ。堀江のない普通の会社員、おすすめ番組も7曲ですね、さらっと紹介していきたいと。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。アーティスト名ブループリント、青森県十和田市在住、作詞作曲家、活動経歴2014年から、作曲数30曲以上、 YouTube チャンネル登録者2000人、最も再生された動画足跡61万再生、現在までに自主映画 MV の楽曲提供、また音楽イベントに参加。自己プロフィール欄には堀江のない普通の会社員、コメントでは会社員ならではの思い出がにじみ出てしまっている地味な曲が多いのですが、コツコツ投稿しています。ぜひ作業用や社内でお聴きくださいと、控えめな面持ちながら、一度聴いたら耳にしっかり残るメロディ、そして染み渡る歌詞の数々。はい、というわけでですね、ここからはですね、監督がですね、おすすめする3つのポイントを紹介していきたいと思います。1つ目、メロディーに惹かれる。2つ目、深みのある歌詞にやられる。3つ目、ハーフサイズ。はい、まず1つ目なんですけども、マイナーでありながらも、視聴開始数秒で体にスッと染み渡ります。そしてですね、ついつい口ずさんでしまう。監督もですね、何回か聴いた後には鼻歌を歌っておりました。覚えやすいメロディーライン、心地よいメロディーに惹かれました。二つ目、深みのある歌詞、曲に合った切なさだったり、優しさ、そしてちょっと前向きにさせてくれるような歌詞、そういったですね、曲と歌詞を見ながら堪能してください。いいです。三つ目、ハーフサイズ曲。曲はだいたい2分前後が多いです。この短いという利点、気軽に聞きやすいです。もっと聞きたいなってところでね、終わるのがまたいいです。何回も何回もリピートしちゃいます。おすすめ楽曲を7曲ですね、さらっと紹介していきたいと思います。下につく字幕はですね、この動画のためにブループリントさんから作曲したね、当時のエピソードなどをもらいましたので、ぜひそれも含めて見てください。Bye.
かがだったでしょうか。ブループリントさんが奏でる曲、楽曲の数々、ぜひじっくり聴いてみてはいかがでしょうか。すぐにでも楽曲を聴きたいという方はですね、下の概要欄に YouTube チャンネル貼っておりますので、ぜひ覗いてみていてください。また、Twitter もやっておりますので、最新情報もチェックできます。楽曲をね、こうしていきたいという方はですね、モーラと iTunes で楽曲を販売しておりますので、こちらも概要欄に貼っておきます。はい、というわけでですね、以上なんですが、実はですね、監督、このブループリントさんとは接点がございまして、過去にですね、4回コラボしております。少し紹介していきたいと思います。まずはこちら。MV 糸。こちらはですね、楽曲をお借りしまして、完全なミュージックビデオとして撮りました。続きまして、短編映画、走る踏み出す一歩。こちらはですね、テーマ曲として使わせていただきました。自主映画本編も概要欄に貼っております。続きまして、監督自身が監督をした作品、携帯少女。こちらもですね、テーマ曲として使わせていただきました。そして最後、周辺映画、いない世界。こちら監督ね、思い出がすごいあるですね、作品となりまして。ストーリーはですね、主人公の女の子が演劇、舞台の言葉で、私なんていなければいいのに、ってですね、吐いたのを、見習い天使の女の子がそれを真に受けてしまい、自分がいない世界に作り変えてしまうというですね、周辺映画となっております。というわけでですね、以上となっております。もうぜひともですね、今回名前を覚えてもらいまして、概要欄を見て、チャンネル登録なり、曲を聴いていただけるなり、またご購入等もですね、進んでいただければなと思っております。この監督ラボでは自分が好きな楽曲だったり、今回のようにおすすめしたい曲作品だったりをですね、お伝えしているチャンネルとなっております。というわけでですね、また次の動画で会いましょう。脳髄が震え作品作会社員ならではのオム、ぜひ作業鼻歌を歌っている自分に、ここからですね、おすすめ楽曲、ブループリントさんが、すぐにですね、こちらをですね、最後にちょっとしらっ、というわけでですね、また、はい。